はい、ベトの住みやす芸人 WC 新宿圭です。さあ今日もホーチミン不動産情報紹介します。今回紹介していただくのは NRZ の杉本さんです。杉本さん、こんにちは。杉本です。ありがとうございます。はい、今日もよろしくお願いします。前回休まれたから悲しすぎてお通夜みたいでしょ。映像が本当ですか？映像がずっと涙流れ、今日は杉本さんが来てくれたから、はい、100人力でよろしくお願いします。はい、ここはちなみにどんなエリアでしょうか？2区のタオディエエリアですね。欧米人の方がたくさん住まれているというエリアになりまして、この近くにはインターナショナルスクールが数多くありますね。中心地からどのぐらいで走りだと、レタントまで車で25分から30分程度。閑静な感じしますね。そうですね。このエリアの名前が、はい、DH タオディエ。外観からしてすごいおしゃれですよ。なんか森の中のあのちょっとワテリナを彷彿させるようなすごいおしゃれな外観、めちゃくちゃ楽しみです。はい、行ってみましょうか。はい、レッツゴー。はい、うわー綺麗。ドアめちゃくちゃ広くないですか？そうですね、大きい扉です。幅がすごい。力士3人ぐらい入ってきても一気に入ってもいけるそうですね。無理、いけない。無理、並んでみてよ。じゃあこれ力士1人でしょ。はい、次杉本さんがいたところだ。あなたがいるのは。いやでもめっちゃ広くない？これ広い。で高さもすごくないですか？天井の高さ。はい、高さ3メートル。3メーター？進撃の巨人くれるじゃん。え、ここ地区？今2ヶ月ぐらい。生後2ヶ月？まだもうハイハイもできないぐらいの。そうですね。出ましたよ。誠の最新とか言ってね。真の最新の。真の最新。部屋にやっていきました我々。スマホも広いっすね。広っ。わ、これ寝れますね、これ。中川さんだと寝れるかもしれないです。いや、誰か知りたい。こちら、じゃあまず行きましょう。キッチン見てみましょう。はい、キッチンも広い。奥行きあって、で、3口ありますね。はい、これがオーブンですね。オーブンか。はい、レンジとかは揃えてくれる感じですよね。はい、これから。はい、今最新の最新なので、まだご用意してないですね。そう、真の最新だから、これからいろいろ家具も炊飯器とかもその可能性はあるってことですね。そうですね。激アツです。出ました。激アツ出ましたよ。激アツポイント、俺はね、このまず蛇口、この洒落た蛇口、スプリングおもちゃみたいな蛇口ね。これ階段にね、階段にレインボーのレインボーのやつあったでしょこれ、はい、めちゃくちゃおしゃれ。収納もね、はい、もうめちゃくちゃ広いっすよ。はい、上全部収納なんだって。激アツだったでしょ今。言った方がいいんじゃない。すみません、お願いします。じゃあ激アツです。はい、最高。最高も出ます。最高出ちゃった。こちらが洗濯機置き場ですね。洗濯機置き場、真の最新だから、はい、洗濯機は置いてなくて、はい、ここに物干し竿とかも、はい、ご用意しますよ。ありがとうございます。こういうところよ、エナゼツさんは、はい、お用意しますっていうサービス、はい、ありがてえぜ。杉本さんのサービスに激アツです。激アツです。ほら、こちらリビングルーム、ウッド調のもうおしゃれですね。はい、僕が好きなやつ、落ち着いた色合いで、電球の裸電球の感じ。はい、僕の大好きなあの線香花火系ですよね。はい、そうですね。いや違うじゃん。今日は4つですね。今日は4つ、今線香花火みたいな、そのチラチラ鳴ってないじゃん。鳴ってないですけど、このポーンってね、膨らんだ感じとかねちょっとありますよ、線香花火感が出ました。うわー、このソファーは、これはラグジュアリーでしょ。これめっちゃ高そう。革が高級なの測っておきますか。そうですね、これはもう杉本さんで測るしかない。はい、測っていいですか。あ、まだ測ってないの。まだ測ってないです。まだ測ってないよ。せーの。ああ、夜空を眺めてますね。この照明を見てんの。星空のようにこれは広い。はい、これ何人いけます、これ。1、2ですね、これ。はい、3、4。ちょっとそこ2の場所です、杉本さん。あれ2の場所。2の場所ですってそれ。あれ、もう一回入れない。すごい急急な、全く隙間ないぐらいで座ってる。こうやって座るもんだから、ソファって。そんなことないよ、リラックスするのに座るんだから。1、2、はい、で杉本さんが動いて、3、で僕が動けばいいってことですね。4、ほら5、いける。
6! いけてないよ。いけてましたね。ピスタチオじゃない。座り心地めっちゃいいっすわ。めっちゃいいっすよね。これマジで高いと思います、これ。で、このね、やっぱさっきのこの茶色の感じで統一されてるのが、いいっすね。そうですね。落ち着いた色で統一しますね。ね。で、フローリングもね、このタイプのフローリング珍しいっすよね。そうですね。これもすごいいいと思う。あまりないですね。ベランダ行きましょうか。じゃあベランダもねフローリングタイプになってるんですよ。すげえおしゃれ。この抜けた感じいいっすね。いいっすね。最高やん。はい、まあ、このエリアそのタオディエンエリアのですね奥の地区なので、緑豊かですよね。車とかバイクも少ない通りですもんね。はい、テレビもご用意いただけた。そうですね、入居が決まった後にご用意します。エンガーセントさんですよ、これが。やっぱり日本人の方が借りた時にそういった対応をねちゃんとやっていただけるっていう。はい、任せろ。まよろしくね。続いてこちらスモールベッドルーム、ね、スモールベッドルーム、これはあれですね、マットレスがないタイプのベッド。今のところそうですね。ただこれも入居が決まった後にはマットレスと掛け布団とシーツ枕。なるほど、全部揃えていただけると。はい、この柔らかいやつ、これは頭が当たっても痛くない、痛くないやつでしょ。僕大好き。俺は座って寄りかかった時に快適っていうやつだと思うけども、これ寝てる時にって起きる人のためですよね、これね、はい、ってなるもんだって起きることあるもん。ないよ。いや、バレエもできますよっていう写真ですね、はい、これね、踊ってもいいですよっていう、はい、いいよ、踊ってというわけで収納もこちらもね、はい、はい、広いでございます。いや、サザエでございますみたいに言ってるはい、十分ですよ。でもこれでスモールベッドルームなんですね。なんかすごい広い感じる。天井が高いからかもしれない、ね、天井が高いからか。確かに。全体の平米数でいうとどれくらいですか。80平米。80めっちゃ広、はい、広い。でここがトイレとシャワールーム、ね、そうですね。ちょっと今準備中みたいなので違う部屋の方を皆さんご覧ください。奥に行きます、はい、ここがマスターベッドルーム。いいっすね、はい、で壁のねこの感じもラグジュアリー感出てますね、はい、ここはちょっとグレーで、はい、統一されてる。やっぱりベッドもちょっと高級感が柔らかい。ここも柔らかいですね。ですね、はい、だからここも足伸ばした時に、はい、痛くないよ。そうですね、当たってもバレエをして当たっても、はい、痛くないという、はい、これウッキングぐらいですよね多分ね。分かってみましょうか。はい、広さはあれ、これキングよりもあるかもしれないですね。ゴッド、ゴッド、ゴッドサイズ、ゴッドサイズ、キングよりでかい。これでいきます。これは何だ。こちらがクローゼットになってますね。え、こっちなんだ、分ける場所、はい、ここなんだ。なるほど、こっち側に収納スペースありますと。はい、はい、広いですね。で、上もありますね。ここは洋服で、こっち側にも奥行きがあります。で、ここもあるでしょ。あ、だこう L 字型になってんだ。激アツです。これは激アツですよね、はい、はい。L 字型だ、もう四角なし、デッドスペースなし、全部使います。全部使ってる、素晴らしい、ありがとうございます。まあ、ここもあの今準備中ですので、はい、トイレとシャワールームはちょっと違う部屋の方。ここやばくないっすか。すごいっすね。プール L 字でめちゃくちゃ広いね。 L でもないよ、向こうもあるけど。本当だ。何テトリス、テトリスもなんかあ、なんかね、はい、こうぐちゃぐちゃってしたような。で、あそこ多分ちょっと下見える、可能性ありますもんね。すげえ、天空に浮いてるプールだ。静かで本当リゾートに来た気分で。そうです、なんか癒される。ハンモックありますし、眺めマジ最高じゃないですか。ランドマークもあそこにある。最高だ、ね、プール入りながらもしかしたら花火も見えるかも。で、他にもジムあるんですもんね。はい、行ってみましょう、ジム。これ見てくださいよ、このジムマジでめちゃくちゃ広い。もうロードバイクがあれば、走るロードランナーもあれば、もういろんな機材がありまくって、眺めがめちゃくちゃ綺麗。これ見てください、これ何、シャワールームよ。ここ押したら上から水が出てきます。はい、測っておきましょうか。はい、でもさ、せーの。ほらーこんな広いシャワールームなかった。ほら、3人入ってきても余裕よ。めちゃくちゃ余裕。ほら。まあ広いね。ほら、ほら、ほら。密にならない、一切。こちら、はい、22階のサウナルームでございます。スチームサウナ？はい。スチームサウナじゃないですか、これ。あ、
もうスチームですわ。でこっち、はい、もう綺麗なサウナルームっすわ、はい、匂いをちょっと感じてみてください。あー木のいい香り、これはいいわ。ロッカールームもある。プール行く時だったりサウナ行く時、はい、ここに荷物を保管して。へえ、めっちゃ広い。めっちゃ広い。めっちゃ広いっすよ。でゴールプールありの椅子も可愛いし色も可愛いし、外のね、昔の時代を体験できるコーナーじゃない、あれ、はい、縄文を体験できるコーナー。子供はめちゃくちゃ嬉しい。最高っすね。最高最高。ダメっす、ダメっす。これファシリティやばいっすね。充実してますね。だってここマジでその共用スペースでちょっとリラックスするようなスペースってことですもんね、はいはい、プールもサウナもジムもこの共用スペースも最高。最高。ダブル最高。ダブル最高っすよこれ。家賃あったらただの借りれるの。あれただで借りれるコーナーやるんですか。やりますよ。家賃は当ててみようコーナーじゃない。違います。当ててみてのコーナーですもんね。もうただただクイズを楽しむっていう。はい、悲しいけど当ててみてのコーナーですね。はい、せーの、家賃を当ててみてのコーナー。じゃあ当てますよ。はい。当てます。やっぱりねクイズは正解したいんで。でもマジで分からんな。2ベッドでしょ。ダウディエンのちょっと奥まったところで完成な住宅街地区、80平米ぐらい。床がフローリングのこのラグジュアリー感がある。共用部は特に素敵ですから。僕はおすすめですもんね。うわマジで分からん。家具が完全体にはなってないから。そうね、ちょっと想像が難しいよね。うわマジ分からん。じゃあ行きます。2300ドル、2400ドル。高いかな。高すぎる。高すぎ。新作よ。新作か。いくらだ。2399。いやもう一緒やないか。僕は2400。当ててみてーの。当ててみてーなんでもういっぱい取っていいよ。そうですね、もう少し下げても大丈夫ですよ。当ててみてーですもんね、うん、何回言ってもいいから2200。はい、追加お願いします。はい、管理費込みで1550ドル。やっめっちゃ安い。思ってる以上に安かったもんね。だいぶやん。皆さんおすすめです。本当に DH コンドミニアム皆さんぜひ。そしてここ以外にもいくつか皆さんも持ってますか。はい、お部屋ご紹介できます。なるほど。この建物内で。そうですね、ワンベッドルーム、ツーベッドルーム、スリーベッドルーム、フォーベッドルームがあります。まだですね新の最新ですので家具がなかなかございません。家具が揃ってないわけ。じゃあ今見ることはできる、はい、で見て、まあ、決めたらそのタイミングに合わせて家具を揃えていただけるという、はい、というわけでいろんな部屋がございますので下のエナセットさんのリンクから皆さん見てみてください。杉本さんだったら何でも叶えてくれますよ、はい、ありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。